真中の茨城散歩ゆるゆるゆる旅だっけ始まるぞ。今回は坂面磯崎神社に参りました。すごい。あなたの姫度大 85%。 日頃より感謝の心を忘れず、周囲の者に優しさを持って接したがゆえの大吉。チャイム双子姫。あ、お叱りの言葉。ちょっとした用事をつい後回しにしがち、結局忘れてしまった後で慌てたりすること。うん、わかりますね。まなゆるじゃん。こちらとろーりクリームパンが有名なパン工房ぐるぐるにやってまいりました。イエーイ。が有名なとろーりクリームパン、さっきここすっからかんだったんですけど、人気すぎて今付け足してもらいました。え、何味がいいんだろう。レーンとチョコの2つにしようかな。私4つに決めました。これを買うべし。まなゆる茨城の海です。どこですか。あ、アジガウラ？イエーイ。だってあそこにようこそアジガウラって書いてある。足入っちゃいけないゲーム。ギリまで行くけどもう負けそう。のとろーりクリームパンを食べる。丸美味しそう。いただきみよう。あ、なんかさ、すごい、見て、やばい。あ、すごいすごい。あ、すごい。ピンクです。すごいすごい。ピンクだよね、これ。ピンクかも。いただきます。おいしい。何味？プレーン。タイトルを間違っております。